俺だって感じたくてお前かっこいいところ見させてくれや。いや俺やだよ。ほんでまたあんなもんでも梶田君ひょうひょうと言って俺また俺なんかすげえ勢いでお前この野郎お前のせいでよ出すぎ野郎とかよあの調子乗ってんじゃねえとかお前が死ねえとかさなんでお前が死ねえになるんだよ。山本圭一に言える立場じゃねえだろこの田舎もんとかさおめちゃくちゃお前のせいで来んだよ。結構コメント読んでんだな。コメント読むよたまには。まあ、いやでも来るもんダイレクトメールとかわけわかんない。